今日はどうしたの？いつでもいらっしゃいね。必要なことはあるかしら。いい出来は。他にやりたいことはある？よし、始めるわよ。強くなったわよ。よし、始めるわよ。いい出来栄え。他にやりたいことはある？いつでもいらっしゃいね。うん、何か欲しいものがあるのか？毎度悪い。他にはまた用事が。たら寄れよな。裏世界、眼界原野、ニーベルハイムか。今までのフィールドとは全然雰囲気が違うね。ああ、スバルトエリア最後のフィールドだから難易度もこれまでよりずっと高いだろう。気を引き締めていかなきゃだね。まずはこの島を一周してみよう。早く攻略してしまいましょう。
Thank you.
思議な塔だね。信号機みたいに光ってるよ。なんだか嫌な雰囲気だね。これ転移装置じゃないかな。どれどれ。びっくりした。ストレイの言う通り転移装置だったね。戻りたいときはこっちの装置に触れればいいみたいだよ。危なくなったら戻るとして、とりあえず探索してみるか。程度かすり傷だぜ。頑張って調子に戻ったようだ。
この先に進む。このままボスに挑もう。わかった。頑張ろうね。切れたのか。これならどうだ。なに、マナが切れたのか。これならどうだ。大したことなかったな。やりましたね。お見事です。奥の扉が開いたよ。よし、行ってみよう。これを操作すればクエストクリアってことになるのかな。そうだな。ボスを倒した時にクエストクリアにならなかったし、これがクリア条件で間違いないだろう。でも何のギミックだろうね、これ。わからないけど、今回のクエストはなんとか俺たちが先行で逃げ切れそうだな。そうだね。シャムロックと競り合ってるからちょっと焦っちゃうよね。やっぱり人数の差は大きいよね。最近はシャムロックだけじゃなくて付き従う人、ライブ中にセブンちゃんがファンの人たちに協力を呼びかけているんだってね。ああ、そうらしいな。
最近シャムロックと競い合っているスプリガン・キリト一行だな。君たちには悪いが、このクエストの勝利者はセブンに譲ってもらう。お前たちはセブンのファンか。俺たちはセブンの信奉者。七色博士の理論を信じ、そしてセブンの歌声とメッセージを愛する者だ。セブンクラスターってやつか。こういうプレイもスタイルの一つだ。でもスメラギはこういった横取りのようなやり方を嫌っていたはず。お前たちは誰の指示で動いているんだ。自らの意思に決まっているだろう。君たちもこちら側に来い。セブンのためにスバルトエリア攻略の成果を全て捧げるんだ。そうすれば争いも衝突もない世界で、皆がセブンの歌の通り。キリト君、囲まれたわ。一人一人のプレイヤーの力はそれほどじゃなさそうだけど。人数、レイドの上限限界ギリギリまで集めてるってわけか。ここはお前たちに譲るしかないみたいだな。はい、悪く思わないでくれ。スバルトエリアの真の勝者はセブンだと。俺なあ、もう一度確認させてくれ。これはスメラギの獅子じゃないんだな。ああ、あいつは関係ない。俺たちはセブンの思いに応えるために独自にやっているだけ。彼女を花と目で、そして俺たちはフサ、つまりクラスタとして一つになるんだ。そうか、わかった。もういい。悪いな。よし、スイッチを操作したら次のダンジョンに行くぞ。キリト君、ちょっと悔しいかな。ああ、でもさっきも言ったけど、このプレイは決して間違いじゃないんだ。むしろ遊び方の一つだ。これを否定したら俺たちは VR 世界の自由度を否定することになる。いくら単体のプレイヤーとしてはある程度の力を持った私たちでも、クラスタが勝手に取った行動とはいえ、セブンがもたらす影響力の凄まじさはよくよく分かったぜ。本人に言った方がいいんだろうけど、最近会えてないよね。ならさ、今度会いに行こうよ。セブンちゃんのコンサートなら誰でも行けるでしょ。そうか、確かにそうだな。コンサート中にどんな風にあいつがファンたちに呼びかけているのか。次のコンサートが決まったら行ってみるってことね。あ、そうしよう。それじゃあ俺たちもスイッチを操作して次に進もうか。音はしたけど特に変わった様子がないね。重要そうな装置だけど何が起こったんだろう。ダンジョンのどこかが変化してるのかな。私は問題ない。始めるぞ。始まったよ。開始だ。まあ、こんなものか。こんなの楽勝よ。大したことなかったな。やったが消えてます。本当だ、さ
さっきまでの嫌な感じもなくなってるね。さっきのスイッチがこれと連動していたみたいね。あ、ねえねえみんな、セブンのライブがもうすぐ始まるみたいよ。おい、急だな。急がねえとセブンちゃんのコンサートが始まっちまうぜ。そうか、ひとまず街に戻らなきゃいけないな。んー、おい、クライン。ね、おキリト、どうしたんだよ。お前、普段通りを装ってるけど口元が緩んで気持ち悪いぞ。そんなことねえよ。俺はいたっていつも通りだぞ。鼻の下伸ばしてだらしないわね。いや、悪いかよ。だって念願のコンサートなんだぞ。クライン、本当にセブンちゃんのクラスタになっちゃったんだね。おうよ、今では立派なセブンクラスタの一員よ。セブンちゃんのために全てを捧げる覚悟だぜ。いや、私憐れんでるつもりなんだけど。そろそろ始まるみたいだぞ。みんなプリビエット、セブンちゃんプリビエット。すごい盛り上がりだな。でもこうやって見てると普通のアイドルのライブとかと何も変わらないよね。ああ、まあぶっちゃけるとセブンの歌に他のプレイヤーの精神を操れるような特別なスキルが付加されてるんじゃないかってちょっと疑ってたんだ。パパ、さすがにそういうのはセキュリティ的にも問題です。だよな、みんな純粋にセブンに心酔していてこの場を楽しむ。うん、あの世界 SAO を生き抜いた私たちも納得できるところではあるよ。この世界はただの遊びやデータじゃない。ここではたくさんのプレイヤーたちがちゃんと生きていて、みんなで協力し合って何かを成し遂げようとしている。それは現実と何も差はないもの。種族同士の争いを推奨しないってのも別に遊びを阻害しようっていうことじゃなくて、単にこの世界を一つのソーシャルと考えた場合に民族間で紛争するなと言ってるだけだもんな。確かにあの子が提唱していることは一理あるんだよな。加えてこの可愛くて透き通るような歌声、みんなが惹かれないわけはないよね。うおー、セブンちゃん最高だ。みんな、今日は私のライブに来てくれてどうもありがとう。ハルション、うちのギルドはね、スバルトエリアの裏世界の攻略をかなり頑張って進めてるの。完全攻略まであともう少しかなって。すごいよ、さすがセブンちゃん、サブロック。セブンちゃんがギルマスやってるだけあるね。でもね、ここから先はとっても難易度の高いクエストが多いみたいなの。そう、それこそ大勢で協力して挑まないとクリアできないくらいのクエストばかりで。セブンちゃんファイト。だからもし可能な人がいたらシャムロックのクエスト攻略に協力してほしいです。来たわ。明日の夜9時にシャムロックは新たな高難度クエストの攻略に出発します。なのでもし参加できそうな人がいたら私たちのレイドに参加してくださいね。参加する。私も。俺も。おい、クライン。いいじゃねえか。俺もセブンちゃんと一緒にクエスト攻略したいんだよ。まったく。やっぱりこの前のハイエナプレイはあのクラスタが独断でやってたっぽいね。ああ、そうみたいだな。まあでもこのノリで先導させられちゃう。クラスタの子たちもやる気満々で何でもやっちゃうんでしょうね。悪意のかけらすら出さず人心を掌握する。
まさに小悪魔って感じだね。お前ら当たり前だろ。セブンちゃんは真の天使、世界一可愛い真の女神なんだぜ。そうだな。でもこれで分かった、セブンは決してアコギなプレイを誘導してるわけじゃないってことだ。それさえ分かればもうここにいる必要はないな。よし、俺たちは俺たちで引き続き裏世界の攻略を目指そう。シャム、そうだね。シャムロックが裏世界の高難度クエストを攻略したらしいよ。ああ、そうらしいな。でもいくらシャムロックとはいえ、パパ、セブンさんたちの使っている攻略の方法については聞きましたか？聞いてないけど、なんとなくは予想はつくよ。レイドを作って大勢で畳みかけたんだよ。はい、セブンさんたちはライブの直後にギルドメンバーとクラスタが揃ってなだれ込むようにそのクエストに進み、プレイヤーの数に物を言わせてクエストを強引に攻略したようです。たくさんのプレイヤーたちが戦闘不能になったんだろうな。ええ、シャムロックやクラスタのほとんどが途中で力尽きたそうです。まさに力技というやつですね。まさに人柱作戦だよね。いやー、怖いわー。人柱攻略ってただの人海戦術だろ。いわ、攻略難易度の高いマップにひたすら多くのユニットを投下し、それらを犠牲にすることで攻略確率を上げるプレイスタイル。パパ、ひどいです。ねえねえユイ、私たちもいずれそんな風にさせられちゃうのかも。いやいや、しないから。俺は NPC だって犠牲にする気はないよ。でもまあ、そういうプレイスタイルもあるってこと。でもパパは絶対に私たちをそんな風にしないって信じてますから。ああ、もちろんだ。約束するよ、ユイ。でもさ、シャムロックの動き少し気になるよね。ちょっと何キリト。いや、お前がちょっと怪しげだなんて、本当にお前はここにいるんだなってそう思ったらなんだかおかしくてな。AI が人間みたいに曖昧なこと言っちゃダメだって言うの？いや、むしろ俺は嬉しいよ。ストレアもユイもこの世界でちゃんと生きてるんだって。キリト、えい、抱きついちゃえ。おか、あ、ストレアずるいです。パパ、私もです。が、二人ともやめろよ。